A ちゃんのコスメ紹介、今回の動画はな。断らんかった？ん？断らんかったかな。いやでも求めてる方結構いらっしゃったから。いたかな。いやまあ見せる分にはいいよ別に。うん。A ちゃんの悩みとかあったら視聴者の方に解決してもらって。なるほどね。どんな化粧品がいいのか。確かに。とりあえずやったらいい？私はじゃあこの照明とかで。いいよ。あのなるだけ綺麗に映るように。こういうとこか。みんなもっといいライト使ってるもんね。このライト。ピクサーのライト。いらんか。いらんな。今回 T 邪魔やから横で見てるわ。で今がもう化粧水つけただけの状態。化粧水つけた。何の化粧水ちなみに？これ。ほんまにこだわりがないからさ。うん。とにかく安くて肌に合うもの。これはチフレです。チフレの美白のしっとりタイプです。チフレにしてはちょっと高いやつ。ちょうどいいね。ちょっと乾燥気味やから、しっとりめ。なんか恥ずかしそうやな。恥ずかしい。いや、こういうのは詳しい人がやるもんやからさ。あんま聞いたことないよ。ちょっと高いやつって。朝の感じでいいやろ？あ、朝の感じでいいよ。エリクシールのバランスお白ミルク。朝用乳液ですね。乳液なんや。そう、乳液。これが乳液やから乳液塗らんっていうのもある。これがテカリを抑えてくれるみたいなやつなんや。塗り方も違うかもしれんし。それはない。これは恥ずかしいな、でも。何が？この塗ってるとこ見られるの。いやいや、なんか。このさ、パール粒約2個分取りってよくあるのよ。化粧品で。このパール粒のサイズがずっとわからねえ。人それぞれじゃん、パール。思い描いたパールのサイズ。そう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 。白玉団子の耳たぶの柔らかさもさ、人それぞれで違うって思うな。はい、日焼け止め代わりにもなるし、これ全部込み込みな、これで。なるほど。で、知らん人が言ってんの、知らん人が聞いてるからな今。こんな感じなんねん。で、これですね、イニスフリーっていうとこの、ノーセバムブラーパクトフェイスパウダー、ファンデーションのもっと軽いやつみたいなイメージ、パウダー、これをファンデーション代わりに塗ってる。うん、塗っていってください。こういうパクト、韓国コスメらしいよ、これは。ちょっとは調べる。レビューがいい感じのやつを。あ、そうそうそう、レビューとお値段。むっちゃ高くない？高いやつ。 DHC とかむっちゃ高くない？ DHC やったっけ？知ってるやつ言ったっけ？1も知らんからなんと思う。ダメやん、もうこれ。オワコン、これ。本当にしないもんな。うん、ちょっといつもより塗りすぎてるわ、喋ってるから。もっともっと薄い。こんな塗ってない。あ、本当に。あ、いや、もういいよ、じゃ。うん、こんな感じ。うん、とにかく毛穴を隠してる。ちょっと明るくなるのかな。さあ、な。以上です。はい、はい、以上。普段使用は以上です。あれは口紅とかは？口紅はつけへんし、うん、塗ったとしても、うん、このリップのニベアのリップのチェリーレッド色づくリップ。ああ、じゃあ口紅は塗らんってことや。うん、そんなまっすぐ見られてる。眉毛は？眉毛は描かんようにするために生やしてる。終わり、もうむちゃ短い。いや、ただこれは普段な、普段会社行ったり近所の散歩とかはこれぐらい。本気出す時ちょっと見せちゃいたい。そう、本気な、本気っていう感想ね。ちょっと いいご飯屋さん行く時とか。あんまないけど。ごめん、俺もない。じゃあ T ちゃんとちょっとお出かけ、透明のお出かけする時とかは、一応するの、この先をちょっと気合い入れたパターン。チーク、これもチフレのはず。チフレのチーク、ピンク色の、いや、これもいつ買ったかわからないやつやから。シャシャッと、あ、へぇ、シャシャッとチークだけつけてます。はい、もうなんかバレン程度にというか、本当に気分を上げるだけのやつだ、それ。もうあの31やからさ、うん、そんな派手なバカバカしいメイクはできないというか、したこともないんやけど。これはセザンヌのパウダーアイブロウ、オリーブブラウン。なんかこの色はすごく気に入ってんの。
使わんけどさ。もう絵の具として見てるってこと。そう、これを眉毛にパパパッと。これ結構でも自分的には変わると思ってんの、眉毛って。で、これもチフレさんですね。まず300円とかない。あ、安めっちゃ安いね。4色入ったアイブロウ。アイブロウちゃうな、何これ、なんていうの。昔に買いすぎて後ろの表示が全くないの。全くない、全部消えて。全部昭和に買ったんじゃないの。わからん。4色あるうちのだいたいこの一番濃い茶色だけ。一番下の茶色だけ使ってるよ。そうそうそう、ほとんど他減ってない。じゃあ一番濃いパターンで、うん、薄い色を。ここ恥ずかしいな、これ見られるの。キラキラするってことや。そう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 、うん、あ、確かにちょっと変わったかも。もう一個薄い茶色をさっきより狭い範囲に持っていきます。うん、こんなことみんな知ってんねんけどな。で、濃いやつを、うん、一応もうこの辺だけかな、真ん中から端っこだけ。ほら、ちゃうやろ。うん、いや違う、変わった。なんかで、なんか白いのはよくわからんからこの辺に塗ったり塗らんかったり。うん、まあ、よくわからんやつもあるよ、まだ。うん、どこに使うんと思いながら。一番多くを占めてんのにさ、白い。ほんとやな、どこに使ってんの。あ、一番塗るのかな。あとはジベニカリップだけはね、ディオール。おお、ディオールの。ディオールのリップ、何色なんやろ。コーラル。あ、知らんのよ。うん、もらって友達に、お友達の愛ちゃんにもらったから。それまではずっとこれ。あ、でもやっぱ違うねん。嘘、塗ってみて気づいた。ディオールはちょっと塗ってみて、うん、今日は調子が悪い。今日調子悪い、お肌の調子が悪い。結構綺麗な、なんかオレンジっぽい色見えるんかな。こんなオレンジ色です。綺麗。どうでしょうか。ディオールって何。え、化粧品の会社。そう言われるとうちも分からんな。ディオール、ディオールか、ピオールか。違う、あ、それ違うか。あ、そうやって塗っていくんや。だん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 。なんか分からんねん、うちも。あはい、お、完成です。なるほど、気合い入れたわ。これが A ちゃんの本気でございます。はい、いかがでしょう、変わりましたかね。変わってないねん、多分。見応えのないビフォーアフターやね、小綺麗にはなるかな。どうでしょう、もう見てる方に委ねましょう、それは。なんかこうした方がいいよとか、うん、こっからはもうなるべく楽に、うん、綺麗になれればいいな。はい、なるべく楽に綺麗になる方法をご存知の方、ぜひお願いします。お願いします。ここの化粧品いいですよとかね。そうそう、ありましたら。やっぱ安いの希望ですね。安くていいやつ。安くて楽で綺麗になれるやつ。もしかしたらコメントゼロ件の可能性ある。どうなん、分からないな。そのみんなからしたらあるある、分かる分かるなのか、うん、そうやね、それすら知らんのよ。そのそういう話をする友達もいいし、してないから。確かに、してないと聞かんもんな。そうそうそう、聞かれもせんし、話してこんから情報が入ってこんのよ。あ、もう一つ言うと、うん、あのメイク落としをもう使いたくないよ。うん、だからメイク落としを使わないメイク。そう、何言ってんの、本当わかんないけど。ということでございます。皆さんいかがだったでしょうか。皆さんからのいろんなご意見お待ちしております。では、この動画がいいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。大丈夫今日。いや大丈夫だよ。